して。楽天ゴルフチャンネル始まりました。稲見萌音です。今回は、いつもは練習場で、まあ、打ったりとかしてるんですけど、今日はそこの練習場についてるショートコースを回ってみたいと思うんですけど、まあ、一人じゃやっぱ寂しいので勝負相手で、幼馴染のジュンちゃん、どうも。して今日は何ホール対決ですか？9ホールとりあえずやってみようかなって思います。でもこのホールで戦績的にはどうなんですか？まあ、今年はジョンちゃんの方が勝ち越してますね。賞金女王に、まあ、ここだけしか勝てないんでここだけでは、はい、最初はグッジャンケンポイ、あっち向いてほいじゃあ俺からあ、勝った。ひどちょっと今すぐにでもやめたいんだけど。え？でもここ私も乗らないからな。しまーす。そうす。やばい、でかい、でかい。キャリーで落ちちゃった。ここはね、ピッチングで緩ませなきゃいけないんで、私は。余裕だな。余裕だ、余裕。余裕らしいです、でも、こっからパー取れば。いきます。いや、弾いちゃったよ。止まるかな。まあ早いな。止まんない。余計なことしないでくれる？ありがとうございます。来たやつもこれ入る気がしないんだよね。ナイスです。怖い怖い。もうこのホール勝ったって言おうとしたのに。ダイパーでなんか危なかったけど。もうこのコースはちっちゃい頃からもう何百回もやってるコースですか？最初の方は1日10周ぐらいしてたもん。してたよな。だって何人いるんだ今。11年ぐらい。数千回やってますね、工場。数千回行ってますね、うん。数千回行っても難しいけどね。全然。冬は。もう無理だよ。無理だよね。理不尽だもん。あ、やばくない？やばくない？あ、凍ってる。凍ってる。はぁ？ざけんなよ。凍ってる、凍ってる。マジか。この時間だとまだ今日風少ないからマシだ。最近風やばかったもん。暑いからな。いやー、行っちゃうっしょ。あ、いやね。どうぞお先ですよ。いかん。ボギー。ボギーです。いや。ねえ。ねえ。復帰しないか。ね。僕はボギーです。こちら負けてます。
一打勝ち。詰まっちゃったね。普段いつもここ回るときは何くらい、3本ぐらいですか。そう、3、いや3、4本ぐらいですね。今日は、今日も、今日は3、僕は3本いつも、58と52、ずっとパター。暫定球じゃん。全然暫定球打つと思ったもん俺。まあでもご飯屋さん、お昼とか夜とかも隣のテーブルがそわそわし始めて、携帯で私検索し始めたりとかで、まああんまりは話しかけては来ないんですけど、たまに話しかけてくる人もいて、まあまあうまいよ、うん、これぐらいなら、うん、スリーパットは行くもんね、普通に。勝ち。今2アップ。9ホールでツアップっていうのはもうやばいんだけど打数よりやばいよ、ほぼ負けなんだけど。これ何ホール目？4ホール目か。4ホール目、2ダウン。なんか上げてない？上げてんな、分かんないね。ね、でかくない？ほら、ちょっと転がっちゃう。ピン奥じゃないの？来たやつ難しい。難しいね。上げてる？意外と打ったけど、そんなに上げて思わなくていいんじゃない？あ、マッチ。上げに来てるかな？いや、ほら、来てないかな。まずか。レベルが低いよ。低いね。やだなぁ、これもう。おいでおいでだよ、ほんとに。こっちおいで。そっち行きそう。そんなんでいいの？そんなんも打っちゃダメなんじゃないの？ほんとにそんなんでいいの？足りる？それね。ほら、言ったじゃん、足りるってこっち。ふざけんね、ふざけんね。ごめんね。ナイスバーディー。スリーアップ圧倒的なバーディー取ったよ、バーディー。3
最後にこのチャンネルのスポンサーの楽天ゴーラの紹介をさせてください。ゴルフ条約サイトの楽天ゴーラから新しいスコア管理アプリができました。スコア管理はもちろん GPS コースマップ、リーダーズボードなど全ての機能が無料で使えます。とても便利で使っていて楽しいアプリなので次のラウンドでぜひ使ってみてください。ではでは5ホール目後半戦です。